安息日学校ガイド神明期に見る現代の心理第5課「あなたの門の内にいる気流者」「神明期。この書物を読んで素晴らしい人生を送った人々がいます。まず吉王聖書の中にこの方について「ヨシヤは主の目にかなうことを行い先祖ダビドの道に歩んで」 右にも左にも曲がらなかった、と書いてあります。ヨシ谷王は、この書物を読んだとき、王は、その律法の書の言葉を聞くと、その衣を裂いた。心に悔い、主の前にへり下り、衣を裂いて、私の前に泣いた、と書いてあります。ここで特徴的なことは、彼と一緒にこの書物を聞いた人々 ととは書いていないてなことです。またエズラという方も「心を込めて主の立法を調べこれを行いかつイスラエルのうちに定めておきて」と教えたとありなんとアルタシャスタ王から「天の神の立法の学者」と呼ばれています。「国と指導者」という本の中にはこの書物を読んで彼は感動した と書いてあります。彼らは一体、この書物の中に何を見たのでしょうかヨシア王は新明記を初めて聞いたとき、難しい、つまらない、よくわからない、あるいは怖いなどとは全く思っていないのです。彼らはその中に何か、 を見たのです私たちは彼らと同じものを見ているでしょうか今日は第5課、あなたの門のうちにいるキ流者です私はここに大変素晴らしい宝石を見つけましたキ流者とはイスラエル人以外の人々ですあなたの門のうちにいるカナン人も入っています 聖書の中にはこの「カナン人」について「あなたの神・主はこれらの国民を徐々にあなたの前から追い払われるであろう」「あなたは速やかに彼らを滅ぼし尽くしてはならない」「そうでなければのぬきもが増してあなたを害するだろう」など書いておりカナン人がどれほど残酷な犯罪をしていたことを知らない人々が 滅ぼすと聞くと怖いなと思われる場合もあるかもしれません。しかし、神様がイスラエルをお選びになったのは、私たちを含め世界の人々を救うためでした。第3課23ページに書いてある引用に、カナン人、カナン人を入れて読んでみましょう。地の元へが置かれる前から、天父と、 巫女はカナンビトがもしサタンに征服されたらこれをあがなうという契約に一致しておられたキリストがカナンビトの保証人になられるという厳粛な制約をお二人は交わしておられたこのカナンビトというところに隣の方日本人ご家族 あるいは神様に敵対する人を入れてみてくださいそしてあなたの名前を入れて読んでみてください実際に聖書の中にはカナンの中央にいたゲベオン人という人々が出てきて滅ぼされずに残っています「人類のあけのという本にこう書いてあります しかしギベオン人が正直にイスラエルと交渉したのだったらことはもっとうまくいったであろう。彼らは主に服従していたことによって生かされたが彼らの欺瞞は不名誉と区域をもたらしたに過ぎなかった。神は異教を捨ててイスラエルに加わりたい者は誰でも契約の祝福を受けられるように道を 備えておられたあなた方と共にいる気流の他国,国人の条件に彼らは含まれこの種の人々は人たちはほとんど例外なしにイスラエルの人と同じ恩典と特権を受けられるのであった。イスラエル人とと同じと書いてああります神様はあの残酷な なカナン人も救おうとされていました聖書には驚くべき言葉がたくさんありますがこのように書いてあります。あなたは彼らに言え「主なる神は言われる」「私は生きている」「私は悪人の死を喜ばない」「むしろ悪人がその道を離れて生きるのを喜ぶ」 あなた方は心をひるがえせひるがえ心をひるがえしてその悪しき道を離れよ。ここに「私は悪人の死を喜ばない」と書いてあります。さまざまなドラマやさまざまな出来事で人は悪人の死を喜ぶのではないでしょうか。 しかし神様は違います。神様は悪人の死を喜ばれないのです。むしろ悪人がその道を離れ生きるのを神様はお喜びになられます。シア王はこの愛を見たのでしょうか。日曜日に入ります。ここには心の活ツについて書いてあります。ガイドには このことについて、彼らが気まぐれな忠誠心を捨てて、心を尽くし、精神を尽くして、主に仕えることをお求めになっているのです、と書いてあります。第四課には、あなたの神、主を愛しなさい、と書いてあります。ある人々がこれを知って、自分を見て、ずっと悩み続けている場合があります。私は、 神様を愛していないとさて新命紀の第一章には驚くべきことにイスラエルの人々が主は我々を憎んでアモリ人の手に渡し滅ぼそうとしてエジプトの国から導き出されたのだとつぶやいたと書いてありますなんとあれほどの奇跡を見たイスラエルの人々は神様が 私たたちを憎んででいいると思っていたのです彼らを目の瞳のように愛された神様にとってこの言葉はどれほどの痛みでしょうか彼らのためなら天国もこの地上の人生も幸せも命もお捨てにな,なられた人々から「えイエス様が来られるのちょっと待って怖いどうしよう逃げようと?」 もし皆さんが言われたら皆さんはどのようにお感じになるでしょうかではどうすればよいのでしょうかキリストの道にはこう書いてありますこのような食え改めは自分の力ではとてもできるものではありませんこれは天におのぼりになって人々に、人類に精霊のたまものを与えたものを キリストによる他はないのです。聖書に書いてある神様のご命令は約束です。聖書には世界のどの宝石よりも素晴らしい神様の御言葉、約束の言葉がはっきり書いてあります。新明記30章そしてあなたの神、主はあなたの心と、 あなたの子孫の頃に滑稽を施し、あなたをして心を尽くし、精神を尽くして、あなたの神、主を愛させ、こうしてあなたに命を得させるであろう、と書いてあります。ぜひ、この前後も読まれてみてください。そして、その神様の御言葉をすぐに自分のものとして、神様に求め、 それをいただいだてください神様のお約束は今まで果たされなかったことは一度もありませんしこれからもありませんのですでに受けたと神様に感謝してくださいちょうど子供のなかったアブラムさんにあなたの子孫はあのようになるでしょうアブ,ラアブラムは主を信じた主はこれを彼の義と認められたとあり 実際にその通りになったように神様はお約束をなされます神様は何もない無から有を暗黒の暗闇から光を創造されるお方だからです神様は嘘のないお方ですよしあおは神明記を聞いてしばらく考えて衣を咲いたのではありませんその場です 聖書は神様の御声会話なのです。この「あなたをして心を尽くし精神を尽くしてあなたの神・主を愛させ」という驚くべき心の変化については「義とせられる」とも書かれています。どうして信仰による義、信仰によって義とせられるという距離が 神の立法を軽示させると考える必要があるのでしょうか。義とせられるというのは心に立法が確立されることです。キリストはご自分の義を与え罪を取り除きご自分の義をそこに添えられます。これはその人を全く変えてしまうのです。さてこの素晴らしい変化はいつ起こるのでしょうか。 神の御言葉、義の言葉、命の言葉が今この場で与えられています。あなたは今義に作り変えられることを望みますか今その御言葉によって生きようとなさいますかこれこそ信仰による義人です。世界で最も単純なことです。 もし自分の心のかくなさに悩んでいる方がいらっしゃったら神様を愛してない心に気づいたなら神様のこの素晴らしい喜びの福音永遠の福音を今その場でこの場で受けられたらいかがでしょうか月曜日ここにも同じことが書いてあります「地とそれに満ちるもの世界と その中に住む者とは主のものである。ここの住む者の中にはカナン人も入ります。アモリ人や私たち日本人も入ります。神明期、旧章にイスラエル人についてこう書いてあります。あなたが行ってその地を得るのはあなたが正しいからではなく、なまたあなたの心がまっすぐだからでもない。 もし彼らが正しかったのであれば私たちが失敗したり罪を犯した場合我々は絶望です悪魔の上等手段は私たちの欠点を並び立て絶望させてイエス様から話して滅ぼすことだからですまた自分が正しいからと思わせて他の人々を下げずんで神様のこの 大切な福音を伝えさせずに滅ぼすことだからです聖書に書いてある「恵み」という言葉はそれに値しない人々に対する神様の行為世界がいえ全宇宙が共嘆するほどの愛なので「アメージング・グレース」と呼ばれています火曜日あなたたちも エジプトの国でキリ者であったのだから。エジプトでイスラエルの人々は奴隷でした。そこから解放されて自由にされたのです。これは罪の奴隷から解放されたことを示しています。私たちはアブラハムの子孫であって、人の奴隷になったことなど一度もない。先生、それらのことは皆、小さい時から守っております。 おっっしししゃゃるる方はいらっしゃるでしょうか。生まれた時からイスラエル人立法についてはおしとのない人パウロさんはご自分のことを「罪人の頭」と呼んでいますそしてそこから救われたイエス様の愛を生涯にわたって明かし続けられたのです是非聖書を開いて神様に自分の罪を教えてくださいと お求めになってはいかか。がでしょうか全部示されたら絶望してしまうので神様は慈しんで「あなたに足りないことが一つある」とおっしゃるかもしれません主は我々の承諾なしに我々の罪を取り去ることはなさいません私はいつでも主を選ぶか自分の罪を持ち続けるかの 選択をしななければなりませんこれからのち神様が神が罪だと示されたらそれが何であろうと捨てることをためらうべきでしょうか主にこう言いましょう主を私は今選びます私はこの罪とあなたとを控えます私はあなたを選びます一体どこの誰が自分の罪を示されて失望する 必要があるのでしょうかさて兄弟方の何人かはこの選びを早速なさってるかもしれませんここに来た時は何も感じていなかった今まで気づかなかった何かを精霊が彼らに示されましたするとそのように示されたことを感謝して罪を捨てる代わりに彼らは失望するのです「一体どうしよう」 私の罪はこんなに多いのかともし以前には考えてもみなかった罪を示されたとすればそれは主が心の深みを清めようとしておられるというまでのことでいつかそれはついに心の底にまで達するのですそしてご自分の目胸に沿わない不純で汚れたものの最後の一つを取り出して 我々に示される時我々がそんなものよりキリストを持った方が良いと言うならば働きは終了し生ける神の因がその人の品性の上に押されるのです。問い合だから何事でも人々からしてほしいと望むことは人々にもその通りにせよ。 これが立法であり、預言者である。ガイドには、社会の片隅にいる人々が、動物以下の扱いを受けていた、古代社会の常識では、イスラエルのこの勧告は、ありえないことでした、と書いてあります。社会的弱者への、親切な扱いについて、勧められています。現代ではいかがでしょうか。私が、 天国にもし入ったとき、私はすべての人々が大喜びしてくれると思っています。えありえないそれはうぬぼれじゃないえなぜあなたが来たのと思われるでしょうか。天国の人は全員自分を愛するように私を愛してくださっているからです。イエス様が愛されたように。 私を愛してくださるのです。天国とはなんと驚くべきところではないでしょうか「<laughs> 水曜日正しい裁き私は裁判官でないからスルーと思われるでしょうか」「新約聖書」にはしつこく求めたやもめのたとえ「不義な裁判官」のたとえとありますが新明記にもあるとおり書いてあるとおり「 賄賂をもらったり、ヤモメ・ミナシゴを偏り見たり、ひどい裁判官がたくさんいたようです現代はどうでしょうかガイドを読むとアメリカもひどそうですさて、日本の司法はどうでしょうかさて、神言18章17節にはこう書いてあります先に訴え出るものは正しいように見える しかしその訴えられた人が来てそれを調べてことは明らかになる私の職場で,でもこれは大好きな御言葉です人を裁くのは日常茶飯事ですのでこの聖書の学びは実生活にとても有益ですさて神の裁きが来たと聞いて怖い と思われる方はいらっしゃるでしょうかヨハネの目記録6章の10節にはこう書いてあります彼らは大声で叫んで言った聖なる誠なる主よいつまであなたは裁くことをなさらずまた地に住む者に対して私たちの地の報復をなさらないのですか15章4節には主よあなたを恐れず 皆を褒めたたえないものがありましょうかあなただけが聖なる方でありあらゆる国民は来てあなたを不処がむでしょうあなたの正しい裁きが現れるに至ったからであります日本にも王海自然や法廷ドラマなどで素晴らしい感動的な裁きをなされる方々がいらっしゃいます神様は はるかに優れた素晴らしい裁きをなさらないことがあるのでしょうか人はかなり残酷に人を自分も裁きます神様の裁きの時が来ました人々の裁きの時が来たのではありません聖書を開き自分で自分を裁くことをおやめになってはいかがでしょうか これもまた、永遠の福音でです。す。木曜日新命記24章10節から「あなたが隣人に物を貸す時は自分でその家に入って七物を取ってはならない」「あなたは外に立っていて借りた人が七物を外にいるあなたのところへ持ち出さなければならない」と続きます。現代で、 勝手に家に入ったら住居不法侵入罪ですイスラエル人はエジプトで奴隷だったのでそうされてきたのでしょうかこの第,第24章1節には人が妻を目立って結婚した後にその女に恥ずべきことがあるのを見てこのまなくなったならば離縁状を書いて彼女の手に渡し家を晒さなければならないと書いてあります おお、と思いますがイエス様は彼らはイエスに言ったそれではなぜモーセは罪を出す場合には利縁状を渡せと定めたのですかイエスが言われたモーセはあなた方の心がかたくななので罪を出すことを許したのだが初めからそうではなかったと仰せになりましたよって神明記を読む時には 彼らが堅くなだったということを考慮して読む必要があります。え、もっとレベルが上がるのと思われる方はいらっしゃるでしょうか。立法を守る人と立法主義には立法主義は正反対になりますが、立法主義は最低限を持てます。しかし心を新しくされた義とされた人々は。 最高水準を求めます彼らの原動力が神様の愛だからです彼らはいやいやではなく喜んで従っているからですここに最高の自由素晴らしい自由があり自由の立法と呼ばれます Facebook では教会の動画に多くの社長さんの方々が いいねをしてくれるのに驚きますガイドに書いてある通り貧しい方々を助けるのもとても大切ですが飛んでいる方々を助けることもまた同じように大切です彼らは皆神様の見舞いでは貧しい彼であり苦悩をいっぱいに抱えているからです金曜日さナなる献友 研究世の中にはさまざまな悩みがあります。神様はどう思われているのでしょうか先週のガイドにはイエス様についてこう書いてあります。ついには失われた世界の苦悩がその心臓を破裂させてカルバリーの十字架上でその命を絶たれたとほとんど 私たちは撒いたものを刈り取っているだけなのですが、その、この私たちの悩みにこれほど苦しんでいる方が他におられるでしょうか。私は何をすべきでしょうか。さらなる研究です。ぜひこの文章をご覧ください。 神様はすべての人にに喜びをおえになりますパベル・ゴイヤ牧師の「祈りの力」という動画が今も配信されていてどなたでもご覧になることができますがこれを見てよし第二の十分の一献金をしようとやり始めたことがありますすると仕事がどんどん仕事されてびっくりしました。 神様のお約束は神様のご命令はお約束神様の幸せのためではなく私たちの幸せのために書いてあります最後に神様の愛が書かれている神明期の見言葉をもって終わりたいと思います私は命と死及び祝福と呪いを あなたの前に置いた。あなたは命を選ばなければならない。